話しましょう。皆さん、やりきれない気持ちになった時にどうしていますか。人類はブルースという音楽を手に入れました。ブルースはブルーな気分を吹っ飛ばしてくれます。いつも心にブルースを。 Every day we have the blues。 エントリーナンバー13番、ファイブバックス。ありがとうございます。ファイブバックスです。平均年齢40歳が半分に超えて平均年齢50歳アップです。よくわからないままに応募して、通過してしまいまして、今日はみんな普通に普段着で来てしまいました。すみません。それでは、50代が奏でる、ブルースをしばしお聴きください。お願いします。ワン、ツWe'll be right back.
3番ファイブダックスの皆さんでした。さあではインタビューはドラムですかね、津脇さんですかね。はい、じゃあお待ちしてますんで、ファイブバックスのブルースを感じていただいたでしょうか。いよいよ残すところもあと2組となりました。ありがとうございました。さあ大事にペダルを抱えて津脇さん行ってきましたけど、はい、ライブポイントの感想お願いします。できたと思います。スタートのはずです。さあそれでは審査員の方にお話を伺いましょう。 FM 大阪加藤上さん。はい、お疲れ様でございました。すごく思うんだけど、つくづくオヤジバンドのこのあの頃さんの皆さんというのは、さっきのキャロルの成り切りの皆さんのハツラツした良さもあったんやけど、このブルースのあのファイブバンクスの皆さんのですね、なんとも言えるそのよくもなくなってブルースをやってるのが楽しい気持ちの雰囲気ですよ。そうですよね。この辺でいいイベントやってるなと思うんだけど、しばらくどう思う？どうですか？ね、本当にオヤジバンドの良さっていうか、生きるも生きてるやつも音楽の楽しさが楽しいけど、本当に音楽の良さを理解なさる、ブルースの良さね、やってる皆さんが楽しんでやってるっていうのが何より何より素晴らしいパフォーマンスだと思います。ボーカルの方なんか特にね、すごいクラプトンバリのギター弾いて歌いながら、いや別に大したことやってるっていうね、ちょっとスカスカあるっていうんですか、生きてるよ、なかなかそれがブルースっていうか、大人っぽいカッコよくカッコいたしました。ありがとうございます。でキーボードが奥さんなんですか？じゃあ夫婦円満の秘訣はこのバンドガスコーにあるかも確実なんですね、これはね。ぜひ楽しい打ち上げしてくださいね。はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。